みなさんこんにちは。大人の保健師チャンネルのカノエラとアシャミーモです。よろしくお願いします。本日もですね、イースト駅前クリニックさんがコラボしているラブテクさんの動画を一緒に見て、一緒に勉強していきましょう。はい。今日のテーマは何でしょうか。はい、今日のテーマはですね、女性の自虐に対し強制的に惚れさせる返答方法です。ほう、自虐が自虐ね。あ、でも自虐風自慢ってありますよね。本当は思ってないけどみたいな。そう、多分それに対して強制的に惚れさせる。すごいね。そういう女でさえも包み込んでいくってこと。男ってこうなんかやっぱ器が試される技量がね。確かに。これ男性からしてどうなんですか。私ちょうど友達いないしっていう女の子に対して。多いですよね。だからそう、それに対してどう思うんですか。あ、そうなんだと思うか、あ、地雷だなみたいな。全然なんとも思わない。なんかあるのかな、そこでときめくとかあるのかな。そう、なんか女の子が、女の子と男の子何人かいる時のなんか飲み会、例えばそういうのがあった時に、なんかそういう子、いう子がいたら、もう他の女の子、あ、こいつやばみたいになるじゃないですか。なんかわかりますか。そう、嘘つけ嘘つけみたいな内側で、女子は思ってたけど男子はどうなんだろうっていう。確かに。ちょっとじゃあ一緒に、はい、はい、見ていきましょう。行きましょう。こんにちは、ゆいです。今回は私って可愛くないしに対して好感度を異常に上げる会話術をお伝えしていきます。女性の中には私可愛くないからな、私ってブスだしさ、性格悪いしさと自虐を含んだ内容を相手の男性に投げかける場合があります。女性からの自虐的なセリフを聞かされて、そんなことないよ、可愛いよのように適当な肯定をしてしまってはいませんか。あります、あります。こういうことか。わかった、わかる。ツイッターとかでも、その病んじゃった子が私可愛くないんでみたいな言って、なんかいろんなリプライが集まってくる現場があるじゃないですか。多分これを言ってるんですよ。まるまるちゃんは可愛いよみたいな、世界一番可愛いよみたいな、慰めてみたいなね。そう、適当な肯定ってなんだよ。あ、はいはいはい、その場を収めるみたいな。そう、そんなもんじゃないって、もっと効果的な返答があるんですよって。これ男がやるよ、女の子の方がやんないですか。女の子がいる現場だと、まあ、女の子同士でね、うまくそれはできるんですよ、うんうん、私可愛くないしみたいな、あんたがそんなこと言ったら世界終わりだよみたいな言うやつあるじゃないですか。でもその女の子の私可愛くないしに対しての多分男性は対応が多分難しいんですよ。難しい。なんかこうアドバイスした方がいいな、ちゃんと真面目に答えた方がいいかもって。髪の毛明るい方がいいかもねとか言って、お前何が分かるかみたいなこと言われたかもしれないし。どうも。そう、あ、確かにもっとアイライン長くてもいいかもねとか、お前何が分かるんだみたいな。そういうか、そういうんじゃないみたいな、逆にもイライラしちゃうみたいな。なんかその効果的な返答方法がこれを見れば分かる、ね、はい、男性は必見です。この質問に対してこのような回答をしているならば本当にそう思ってるのかなと女性は疑ってしまいますが、自分に対してある答え方をすることでめちゃくちゃモテちゃう返答方法ができるようになってしまいます。この返答方法によってその男性がモテる男性なのかモテない男性なのかが分かるんですよ。こういった自虐的な会話に対して、そうだね、可愛くないもんね、なんて答えるひどい男性はなかなかいないと思いますが、モテない男性の中には当然どのように返答すればいいのかが分からず、そうかな、どうだろうのような疑問系で返答する男性、無言になってしまう方もいますが、それはもっとよくありません。もちろん女性心理としては自虐に対してそんなことないよとは言ってほしいんですね。しかし女性は可愛いと言われれば疑いますし、ブスだね、可愛くないねなんて言われてしまえば大きなショックを受けて好感度がガタ落ちです。すっごくめんどくさいんですよね。では女性がこのような自虐的なことを言ってきた時に男性は何というのがいいんでしょうか。確かに、実はこの返答によって好感度を異常に爆上げすることもできてしまうんです。そんなのあるの。その返答方法とは、抽象的な話を具体化して間接的に肯定する。なるほど。これができればかなりモテる男性の返答だと言えますね。分かったか。分かりました。え、例えばなんか私なんて可愛くないよみたいなふわっとしてるのは、いやいやでも誰々ちゃんってさってこういうところがもっと素晴らしいじゃんみたいな、そう、なんかこういうとことかいつも頑張ってるじゃんみたいな、はい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 、具体的に言ってそういうことじゃない。そういうことか。見てみましょうか、うん、はい。例えば私って可愛くないからとか、私って性格悪いしさに対してどこが可愛くないのと聞いてみれば、ビジュアル的な面だったらば目が、顔が、スタイルがなど、性格だったらば素直じゃないサバサバしてるなどなど、具体的にその女性が思っているどこが可愛くないのかが特定できます。そういうことか。はい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 、なるほどね。ちゃんとそこにね、自分の、はい、ウィークポイントをね、問題にちゃんと掘り下げていこうってことね、はいはいはい、
思っている。なるほど。それができれば俺はこっちの方が好みだなと自分の好みを言うんです。その女性は世間一般的な可愛いに絶対の基準があり憧れがあるのかもしれませんが、そんなのは関係なく俺は好きと伝えることで世間一般の比較をすることなく競争しなくていい二人だけの特別な心理状態を作ってしまえばいいんです。これができればその男性の好感度は異常なくらい爆上がりです。女性側がアイドルだとして、で男性側がそのフォロワー、ツイッターのフォロワーだとして、でそのアイドルちゃんが私可愛くないみたいな、目も一重だしとか言ったら、俺はなんとかちゃんの一重大好きみたいな、涼しげな目元大好きみたいな、言ったら、あ、このファンの人は分かってるんだなみたいな、そんなことないよのリプライにまみれて、中で一人だけ俺は涼しげな目元大好きみたいなのを言うと、この人だけは分かってくれてるんだ、自分のことをよく理解してくれてるなとか。あ、でもそれは思うかもしれないですね。なんかそのブワッとした言葉でそんなことないよって言われるよりかは、え、そういうとこ可愛いじゃんって言われる方が、なんか嬉しくなるかもしれない。確かに、なります、なると思う。なるなんかちゃんとそのなんかやっぱふわっとしてるというか、適当に返されるよりかは、ちゃんと自分の意見として言ってくれる、自分の意思、これはこう思ってるよとかってちゃんとあるじゃない、その思ってることが、それが伝わるっていうのはすごく自分にとってもそんな風に思ったんだって発見にもなるし、なんか、すごく嬉しいと思う。確かに、なんかその男性側の意見として言ってくれるのは嬉しいかもしれない。意見、そうそう。ただのその場だけでのそのなんか慰めじゃなくて、そう。でも全然モテないんだよねとか言って、彼氏もできないしって女の子が言ってて、で男の人はで、俺何々ちゃんみたいなこと付き合ってみたいよとかって言うのもありなんですか？私は嫌だけど、ちょっと行き過ぎ、ちょっと行き過ぎかな。私は嫌だけど、それはなんか行き過ぎかな。行き過ぎな。そこはなんか惚れさせるですね。惚れさせるか。惚れさせるに関して言えば、私ってモテないしに対して、そういう時なんでモテないのって聞く。モテないのって聞いて、なんでって聞いてとか、なんでモテないと思うって聞いて、言葉遣いとか、言葉遣いとかって言って、え、でもそういう言葉遣いさ、いいじゃん。難しいぞこれ。けど惚れさせるってなったら肯定必要ですもん。いや、そうだね、肯定。確かに肯定はしないとだもん ね。え、でもそういう言葉遣いの方が俺は好きだよってこと。あ、そう俺は好きだよだ、それだ、それだ、それだ、俺は好きだよ、そういうのの方が俺は好きだよだとか、そう、はい、俺は好きだよだ、わかりました、そういう子の方が好みだよ、そう俺はそういう方がいいと思う、なるほど、それだ。私って可愛くないじゃん、え、どこが可愛くないの、性格が男勝りで女らしくないからさ、そうかな、俺はめめしいよりもサバサバしている方が好きだけどな、このように判断基準が曖昧な会話から具体的にどこがブスなのか、可愛くないのかを聞き出し、直接的にその女性が好きだと言っているのではなくて間接的に思いを伝えるの。なんかモテる人ってこういう会話しますよね。する、わかるよ。一回そのなんか自分が思ったことに対して、え、どこがどうなのって聞き出して、ちゃんと聞いてくれるみたいな。そうそう、モテない人は可愛くないし、そんなことないよしか言わない。確かに、この先の会話そこで終わりみたいな。そう、それは優しくていいんだけど、モテる人は一歩聞きますよね。もっとこう、え、なんでそう思うの？って、そう、そうそう、そう、確かにモテる人ってそうだわ。確かに、それで包み込んでくる感じするもんね。確かに、恐ろしい。その言葉に対して疑うリスクも減り、警戒心を抱かせることなく、その女性の恋愛感情を揺さぶって落としやすい状態を作ることもできてしまうんです。会話の返答一つでモテるモテないへの差が大きく出てくるんですよ。そんなことないし可愛いよと返答してもマイナスな回答になるわけではありませんが、女性が持っている絶対的な基準から判断をしてしまうので、女性心理を揺さぶる一番のテクニックとしては、抽象的な話を具体化して間接的に肯定することがいいですね。さ、これ言われた方はさ、自分がこう思ってるんだっていうことに対して、その言葉がさ、印象づいて残るよね。あ、あの時こう言われたなみたいな感じになるよね。確かに相手がどう、私のことをそう思ってくれてるんだって、そうそうそう、やっぱ心が動く。確かに、ちなみに女同士の会話でよくこんなことがあるんですが、私って可愛くないしさ、そんなことないよ、可愛いよ、可愛くないよ、いやいや、私の方が可愛くないよ、そんなわけないよ、私の方が。危険ループ。これめっちゃある。ジャルジャルみたいな会話。ある。わかるわ。わかる。で、これでその、いやいやの大げさに言えば勝ちみたいな。いやいや、オペラぐらいに、いや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 。家は勝ちみたいなのありませんか？なんかもう逆マウントみたいな感じの。そう。え、でもめちゃくちゃ仲良かったら、その、
そんなことなんか私の方が可愛くないしみたいなこと言わなくないですか。私可愛くないしって言ったらなんかいやあんたほど可愛い女見たことないんだけどみたいな、うんうん、その逆に上げる、そう上げていけますよね、仲良ければいいほど、うん、そう女性からのそういうフォローと男性からのそういうフォローってどっちがいいですか。え、女子からのフォローの方が嬉しい。うんうん、男子がこうえー、だって可愛いよっていうよりも、だって男子が言う可愛いってもう性欲じゃないですか、わかりますか。それちょっと落とそうとしてるみたいな、そうそう、クドノーがしてるって、そうじゃんっていう、そうだね、結構お前の利益になるじゃんって私は思ってしまうんですよ。だったら女子から可愛いって言われる方が嬉しい、うんうん、気がする。このように無限エンドレスの会話を繰り広げてる女子たちもいます。こういった話題でしたら、うん、異性が認めなければ収集できないので、もしこういった状況がありましたら抽象的な話を答えまして言ってる人も半笑いじゃないですか。初めて半笑い聞いた。最近もお手を磨きくださいね。初めて半笑い聞いた。最後まで見てくれてありがとうございます。今回は私って可愛くないしに対して好感度を異常に上げる会話術をお伝えしていきました。またねー。もう一回聞きたい。もう一回聞きましょう。ちょっと何なんですか今の。今笑ってた。見なければ収集できないので、もしこういった状況がありましたらもしこういった状況がある の, かな あるのかな。女子同士がいやいや可愛くないよ、いやいや可愛い、私は可愛くないよの時にちょっと待ってってどっちが可愛くないのみたいな。やだなそれ。レフェリーレフェリーがそう、ちょっと待ってっていう。でもあれってさ、なんかまあ言葉を求めてるわけじゃなくって、なんかそうなんですよ、共感してほしいだけだったりとかね、するから女子はね特に、面白かった。あ、でもこれは確かにそうかも、うんうん、なんか今まで一番納得した気がしますわ。気にしたこともなかったけど、確かにそう寄り添ってくれたらより心が動くなっていうのが確かにすごい分かりやすかった。そう、モテる人ってそれをめちゃくちゃ自然にやってますよね、うん、かのちゃんがさっき言った、はいはい、男性からの可愛いに対して嫌だなって思うか思わないかはあれだけど、なんか連発しすぎたり、そう、その本当に心がこもってない可愛いは嬉しくない、うん、誰にでも言ってるじゃん。そうだけど例えばじゃあひまちゃんのこういうところが可愛いよねとか、うん、ちゃんとなんか自分を見てってくれる可愛いは私は嬉しいです。確かに確かに、これるかどうか分かんないけど、嬉しいか嬉しくないって言ったら嬉しいの方が多いと思う。そう、こういう会話されるモテますよね。まあ、モテるってそうイコール告白されるじゃなくて好意を抱かれるというか、うん、その人としてこの人いいじゃんっていう、そう、なんかもっと話したくなるかも。そう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 、うん、なんか別に間違いではないタイトルははいはい、ぜひ皆さん参考にしてください、この動画が面白かったよって方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。はーい、じゃあねー。